い、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢良治でございます。ジャガーゴールド様、鈴代様、高瀬様、福田様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。たっくん様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。たっくんさんはですね、実は日本改革党代表付きというですね、役職のある方で、NHK スクランブルデモの時もランクル運転して追反してくれた方であります。選挙期間中外線車の運転もよろしくお願いします、たっくん様ね。というわけで、ポスティングボランティア様、メール党員様、ご支援、もう大募集であります。動画説明欄からよろしくお願いいたします。自民党が参院比例区にエル・アルフィアさんを公認しいたしました。ウイグル人父、ウズベク人母、1999年に帰化した帰化一世だそうであります。だから帰化一世はダメって言ってんだろ、日本は超個体なんだからさ、良い帰化人と悪い帰化人の見分けができるような技術でもね、開発されたら別ですけど、ちょっとペロって舐めて、赤いのが出たら悪い帰化人とか、赤くならなければ良い帰化人とか、そういう技術でも開発されないうちはね、されないとは思いますけれども、たとえ帰化一世、立候補はダメだっつってんだろ、たとえイスラエルからお越しのキリストさんでもダメ、インドからいらしたシッタールタさんでもダメですよ、帰化一世の、立候補は。なんでそんなね、帰化一世を日本に国会に送り込もうとしてんだて、自民もダメだな、ウイグル人の帰化一世を擁立すんのなんか流行ってんのかよって。まあ前々から準備はしてたんでしょうけど、なんか流行ってんのかよってね。そうすれば、右の方の票を、取れっかな、なんつって、比例の看板にしたんでしょ。まあ自民も、売国政党ってことだな、現状はな。自民に不満がなければ、私も立候補しませんけどね。自民党の候補の応援に回って、自民党が要するに不満だから、立候補するわけでありまして、国盛の江津さんももちろんダメ、反対であります。帰化一世だから。自民と国盛は売国行為をやめろ、立憲や共産は論外だから消滅しろと。これ公認記者会見の様子なんですけれども、アルフィアさんと一緒にですね、なんと、豊島区で同僚議員の有里さんも立候補するんだって。正直腰抜かしました。正直腰抜かした。豊島区議会、自民党、有里さん。これの記事で、本当の年齢知っちゃった。意外と言ってました。これはヘイトスピーチでしょうか。自民党議員2名が有罪になって辞めちゃったり、部長課長に、パーケン売ったってことで、あと立憲議員が横領の捜査中に謎の死で亡くなったり、私が途中でいなくなったり、自動失職ってなります。参院選に立候補すると自動失職ってなりますから、なんか、で有里さんも抜けちゃうの、なんか豊島区議会波乱万丈ですね。なんかたたられてんのかな、たたられてるっていうか、私は自分の意思でやってるわけですけれども、なんか大混乱っていうか波乱、事務局も大変ですね、あたおたあたおたしちゃってね。日本の敵、フジテレビの番組制作費の、減り具合がえげつありませんでした。2010年3月期1049億円、2022年3月期690億円、10年で約3割も減少しとった。2010年ってフジテレビ鼻息荒かったんですよ。で調子に乗りすぎて2011年にデモをやられて抗議されて、いうことで、3割も減っていた。ネットの話すっげえ減り具合、ドコモクイズ食レポの番組ばっかだもん。
制作費2兆円超えのネットフリックスに勝てんはずだわ。金かけずに面白い番組作れるのか作れないのか、テレ東みたいに、試験ですけど、まあ金がないから番組制作費減らすってなんか脳みそからダイエットしてる感でとってもいいですね。フジテレビ、早く衰弱して倒れないかなという感じになりますね。籠城中にですね、兵隊の飯から減らすみたいな、まあまあ社員の高給を見直すであるとか、社屋売っちゃうとか、もっとこうあるだろうって感じがすごくしますけれども、なんで一番死守しなくちゃいけない番組制作費から削るのみたいな疑問はありますけれども、まあ最速で弱る方向に動いてていいですね。とっても2011年フジデモ参加者としては、フジは事情はとても利だからそのまま倒れてもらおうかなっていう感じでありますね。どうせ日本人の社員は一人もいねえんだからね。参院選鹿児島選挙区で共産新人候補が立候補取りやめ、立憲新人候補の応援に回る一本化に成功だそうであります。ネットの話、連合ぶち切れ要件、また共産党から票をもらうのか、一本嘘健康で何より、疑惑は臭まった、クソ同士の合体で一本嘘に、クソ同士が先鋭化、大きな塊にならなければ拳台だから一本じゃないだろう、アンチいい加減にしろ、立憲共産党って呼ばれてさぞかし誇らしいやろと。試験です。市民グループオール鹿児島の会が呼びかけて仲介したんだって。あんたら一本化しないね、候補を出せなかった社民も乗っかってですね、近々共通政策に調印する予定だそうであります。合意、連合会長がいくら言っても友倒れやめないんだな。それだけ自治労日競争、放送労連、通信労連、郵政が強くて他の応援はいらないってことなのか。鹿児島選挙区調べたらやはり一人区でした。自民の野村哲郎さん78歳が現職で今回も出るそうであります。でこの野村さんがですね、3期18年やってるベテランで盤石っぽい。あ、そっか、参院って6年やから3期やったら18年なのか。ちょっと盤石っぽいっすね。立憲と共産、こういう場所では好きに擁立してですね、当たって砕けろってやった方が潔くて長い目で見てそれぞれの支持者に受けがいいんですけど、ダメな方を選択してくれてめでたいです一本化するよりも叶わない盤石な巨大な敵がいいんだったら、それぞれに立ててそれぞれの主張すればよかったのに、まあまあ一本化してくれて、大失敗しててとってもめでたいなって思いました。私と誕生日が同じな泉健太、立憲民主党成立した予算案に文句たれ、内閣不信任案に値するとか言っちゃってネットの反応です。さっさと不信任案出せよ、憤慨してしまったのか。お、憤慨しているな、もう出しちゃいなよ出せばいいじゃん、ブリブリと義憤に駆られているな、やけくそになったのかな。でクソしたの誰お前らは国民から不信任されているから野党なんだぞ。参院選で国民からの信を問えばよい、物価高と戦っていない予算だ、デフレ脱却って言ってなかったか。デフレ脱却は物価が上がることを容認しないといけないですよね。脱粉疑惑に粉子も頭抱えてるのかな。脱粉疑惑の説明責任はどうなった、政党不信任案も出せればいいのにね。試験ですが、政党不信任案、それ選挙ですね。で有権者が直接突きつけるもの、あんたの党は信用ならないと。まだまだ脱粉疑惑で盛り上がる2チャンネル、おっさんどもは嫌ですね、下品ネタが好きでね。それを取り上げる私も私ですけれども、物価高と戦っていない予算だーっていうことで不信任案出すぞみたいな、ことらしいんですけど、
理由が雑すぎますね。どうせどこ突っ込めばいいんだか予算案見ても分かんなかったんでしょうね。全然全く、立憲議員はバカで見ても分かんなかったらね、応援してくれてる自治労や日教組やその他に精査を依頼すればいいのに、それもやってないみたいね。まあ自治労は官僚側だしね、日教組も官僚側だしね、省庁の無駄遣い見つけても黙ってるかな。地方自治体は豊島区長と区役所が与党で、議員全員野党って構図であります。これは直接選挙で選ばれるアメリカやフランスも同じじゃないか。つまり大統領と行政が与党で、議員は全員野党側で、見張ったり攻撃する方、でね、まあ議員の過半数取れてないと賛成してもらわないと何にも通んないですから、まあまあ共和党が優勢じゃないと共和党の大統領は誕生しないんですけれども、役所はね、適当なふざけた予算を潜り込ませてるのを見破るのが議員の仕事なんですよ。地方議会や大統領の国はね、時折ね国会議員を減らせっていうプロパガンダが定期的に流れてきますけど、あれって省庁側が流したやつじゃないかなって思っております。1人1億円で100人国会議員を増やしてもね、外国人生活保護に1200億円以上使ってるであるとか、留学生優遇のために5000億使ってるであるとか、男女共同参画予算何に使われてるか分かんねえんだけど10兆円とか、それ減らせばお釣りきますよ。省庁はですね、監視が減るように自分らが好き放題やれるように定期で議員減らせの宣伝してんじゃないのかなって私は確信しておりますけれども、特に財務省ね、財務省はマスゴミ牛耳ってますからね、どこだってまあしょっちゅうね国税のガサ入れされてはたまらんもんですもんね。新聞の軽減税率やめるぞ、言われたら脅されたらね、言うことを聞かざるを得ないもんね、新聞社はね。でテレビ局は大概の新聞社の子会社でしょ。朝日新聞、テレ朝、読売新聞、日テレとかね、日経新聞、東京テレビか、っていう風にズブズブなんで、というわけで議員減らせってプロパガンダ出てきたら、あ、省庁側が議員の監視がうざくて言ってんのかな。議員仮に数倍にしたところで省庁の無駄遣い、天下り団体に流れ出ていくような金ね、無駄なやつ、そういうのを見つけられたらお釣りきますかんね、はっきり言って。私は議員になって初めてそれを実感しております。というわけで、メール党員様、ポスティングボランティア様、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。